やあみんな、元気にやってるかな。俺は7大戦9大マスコットのキューボー。もう覚えてくれたよね。そう、やっと覚えてくれたね。嬉しか。さて、今日の教えてキューボーも、みんなの楽しいはずの大学生活が困ったことにならんごと、またまた俺がいろいろと教えちゃるけんね。自分は大丈夫なんて思ったらいかんよ。絶対みんなの周りでもありえることやけん、今日もしっかり見ときんしゃい。 OK! Here we go! やっと大学始まるな。サークル決めたか？入学式もこれからだろ。まだ何も決めてないよ。晴れて九州大学経済学部1年生になった俺はサトシ、隣のこいつは新一。受験勉強頑張ってようやくここにたどり着いた俺たち、これから夢の舞台がスタートする。ワクワクが止まらない。そう胸を躍らせていたこの時の俺は、この後起こしてしまうことなんて思ってもいなかった。俺は九大学研都市駅近くのアパートから自転車で学園通り線を使って通学している。学園通り線は自転車レーンが整備されているから走りやすいんだ。1限目に登校する時間は、学園通り線沿いにある元岡小学校の前を8時過ぎに通過する。ちょうどその時間、元岡小学校西横断歩道では大勢の小学生が交通指導員と一緒に歩行者レーンで信号待ちしているんだ。一方、小学校の東側にある随梅寺川に架かる正代橋までは傾斜の低い上り坂で、橋を渡った先からは下り坂だから、橋を過ぎると自然と自転車のスピードが上がる地形になっていて、気をつけないといけないんだ。みんな知ってた？歩行者信号が青に変わると、小学生たちは自転車レーンを横切って横断歩道を渡っていく。自転車通学の多くの学生は小学生たちが渡るまで一時停止して待ってるんだ。だけどマナーの悪い一部の人は歩行者レーンへ迂回したり、あるいは小学生たちの間を無理に縫って通ろうとするんだ。それからスピードを出して坂を下ってくる自転車の群れは、子供たちにとってはとても恐怖に感じているそうだ。俺がいつも通り正代橋からスピードに乗った自転車で横断歩道に近づくと、歩行者信号が青に変わった。小学生たちは自転車レーンを横切り横断歩道を渡り始めていた。その日、少しでも早く大学へ行きたかった俺は、ゆっくり行けば大丈夫さと簡単に考えて、小学生たちの間を縫って通ろうとして、スピードを落としながら近づいていった。その時、男の子が自転車の前に急に出てきた。男の子はぶつかって怪我をしたショックでパニックになって大泣きしている。すぐに救急車が呼ばれ、男の子は救急病院へと搬送されてしまった。あー、どうしよう。俺は呆然と立ち尽くすしかなかった。その後、交通事故として警察の現場検証が行われた。あー、あの子の怪我はどれくらいひどいんだろう。大丈夫かな。保護者の方はすごく心配しているだろうし、俺のことを怒っているだろうな。自転車とはいえ、俺の勝手な運転で事故を起こしてしまった。どうしよう。できるだけ早く男の子や保護者へ謝らないと。相談した両親もとても心配してくれて、一緒にお詫びに行くと言ってくれたのはすごく心強かった。ああ、自分の両親にもこんなに迷惑をかけてしまった。大学からは、悪質な運転で事故を起こして小学生に怪我を負わせたことは重大な問題だと言われ、場合によっては懲戒処分の可能性もあると言われた。間もなく、俺は衝突した男の子が入院している病院に両親と一緒に行くことができた。男の子は右足を骨折し、全治2ヶ月の大怪我。そして事故の精神的ショックも大きいらしい。俺は両親と一緒に男の子と保護者に心からお詫びをして、これからは自分勝手な運転はしませんと誓った。当然のことだが、最初は怒りをあらわにして厳しく怒られた。それでも
俺が心から反省していることを言葉と態度で真剣に伝えると、最後には受け入れてくれたので本当にありがたかった。しかし男の子が怪我で入院したことで、今回の事故は人身事故として警察で処理され、刑事罰は起訴猶予になったけど、民事的な損害賠償責任を負うことになった。福岡県では自転車の賠償保険に加入することが義務になっていて、俺も入学前に加入していたおかげで、被害者に対して入院費などの治療費や慰謝料の賠償は保険で対応することができた。なんとその保証額は総額500万円にもなった。保険に入ってなかったらと考えると恐ろしい額だ。その後俺は元通り自転車通学を再開したけど、俺の悪質な運転で他人に大きな怪我を負わせたことで、大学から訓告の懲戒処分を受けることになって、学部長から口頭で厳しく指導を受けることになった。新一も別の交通事故に遭遇したらしい。俺たちはこれを機に周りの友達にも、自分自身が交通事故の被害者や加害者にならないように交通マナーを守ることがとても大切だということを伝えていくつもりだ。さてどうだったかな。楽しくて安全な大学生活を送ってもらうための交通マナーについておさらいばしてみよう。今日のリスクマネジメントポイント、1、交通ルールを無視した自分勝手な運転をしない。通学や他の用事の時も時間に余裕を持って行動すること、そして心にも余裕を持つことで安全運転につなげていく心構えを持たないかんばい。規範意識と心の余裕が自分や他人を守ることを肝に銘じとかんばね。旧大生は良きにつけ悪しきにつけ、他の大学の学生以上に地域住民から期待を含め厳しい目で見られていることを自覚しとかないけんよ。生活を含め旧大生としての自覚と規範意識を持ってね。2、事故を起こした時の対応。まず最優先すべきは負傷者被害者への応急処置や、負傷者を道路脇へ移動させるなど安全確保の対応と救急車の要請をすること。次に、小さい事故でも加入保険を適用するためにも必ず警察へ通報して事故処理をしてもらうこと、加えて加入保険会社へも報告すること、そして落ち着いたら家族や大学の所属学部の学生窓口への事故報告も忘れんことね。3、キャンパス内も公道と同じ。キャンパス内道路についても一般公道と同じ交通ルールで運転せないかんよ。坂道でのスピードの出し過ぎにも注意してね。悪質な運転を発見したときは懲戒処分やら厳しく指導されるばい。4、交通マナーに関する相談。相談は学務部学生支援課学生支援係の窓口か電話やメールで相談してね。5、学生生活のリスクマネジメントに関しては、入学した時に渡された学生ハンドブックをもう一度読み直すことも大事ばい。また大学ホームページに掲載している学生生活ガイダンスウェブ版も参考にしてね。 OK、 今日はここまで。 See you next time. Bye. Bye bye.